見て、雑炊食べてる。ちょっと5分遅れますって書いたのは、雑炊温めてたから間に合わないなと思って。そう、こんにちは。そう、卵雑炊にも最近ハマってんのよ。雑炊ってどうやって作るんだって。適当よ、適当。ひなはもうメニュー、レシピとか何も見ずに、適当に作ったら意外と美味しくできたっていう。そう。ひなもツイッター大丈夫なんだって。ひな大丈夫？全然不具合なんて起きてないんだけど、ひな。正常なんだけど。そうなん。そう、オンラインは今日で最後だったんですよ。やばい、普通にいろいろやらなきゃいけないことが多すぎて、卒業までに提出物とか覚え事とかプラスいろいろなんか何かずっと追われてて、なんか何をしたらいいか分からずでショールームしだしたんですけど、多分後々やばいやばいってなるパターン。何を先に優先順位をつけてやったらいいのか分からなくて、多分配信、ショールーム配信できそうなのもなんかもう卒業までできないかもしれないと思ってやってるんですよ今。そうなので、最後にはしたくないけど最後になる覚悟でやってみました。うん、その前に大使が泣きそうだって。大使泣くな、大使。そうだよね。一旦卒業公演まで終われば一旦大丈夫なんですけど、卒業公演までのあと残り4日間がちょっと、なんか今日はちょっとめっちゃ今日一日中眠たくて、めっちゃ眠たかった本当に。そうなので、今日は一旦早めに寝て、明日もちょっと予定があるので、私そうタクシーの中でめっちゃ寝てたもん今日。行き先着いた時に着きましたけどって起こされても起きなかった、起きなくて、あーすいませんって言ってバタバタ起きて、そうなんよ。
皆さんインスタグラムのフォロワーじゃないリール見てくれましたか。あ、そうよ、昨日、本当は昨日にリール載せたかったんですけど、半分までしか作り終えてなくて間に合わないと思って、今日を絶対載せようと思ってたから、昨日朝の4時ぐらいまで、4時5時ぐらいまでやって、そっからお風呂入ってとかしてたから時間がなかったんだわ。自己責任、そんなもん自己責任でも今日間に合ってよかった。今日載せたかったからさ。なんかさ、めっちゃ痒いんだけど、ここも。夏ってさ、めっちゃ虫がさ多くない？みんな大型じゃないからさいいんだけどさ、大型じゃないからって、大型が刺されやすいって言うじゃん。え、嬉しい、ピナ編集うまくて見やすかったよだって。嬉しい、ありがとう。A 型も、 A 型も刺されるよう。あ、そうなんだ。ひな B 型だからさ虫は刺されてないんだろうけど、今日朝からずっと痒くてもうしょうがない。腕もね、痒いんだよね、めっちゃ。蚊なのかな。なんか一箇所痒くなったらさ、あ、やばいやばい、痒くなってきたってならん？ピアちゃんの卒業ボードができなくてやる気出してとお願いします。マー君やる気出して作ってボード足裏アルコールで拭いたら蚊に刺されないらしいよだって。初耳。そうなんだね。リングにハートのギフトありがとうございます。ヘイチョウさん、ヘイチョウさん、タコさんのギフトありがとうございます。ヤギのアレルギー持ちじゃないんだよね。何なんだろうね、マジで。やばい、メールの時間が終わってしまうので一旦メール打ちます。ちょっと一瞬無言になるかもだけど、ちょっとメール打ってるんだなって思ってください。チャットとさ、メールのさ、ちょっと使い分けというか、ちょっと苦手なんだよね。チャットにはこれとかメールにはこれって区別がつかなさすぎて。そう、メールとチャットで同じ内容来た時の返信の悩み具合なんで、確かに内容ね、むずいんだよね。
そういう時は返信しなくて大丈夫ですなんかさ、たまにあるんだよね、なんかあの写真撮る時のポーズとかもレパートリーがないわけよ、ぶっちゃけ言うと。そんなさ、センスがあるわけでもうまいわけでもないから、それをなんか言ってくる方いるんですよね、なんか。シンタントさん、ハートのギフトありがとうございます。森のくまさん、ハートのギフトありがとうございます。ヒロノさん、バラのギフトありがとうございます。今日の配信さすがに空気感エモいね、だって。本当？てか、ひながピナセレクトの DMM のリバイバルが始まったらしいので、ぜひ見てください。結構コメント付きで、夜な夜な考えたので。
オッケー、2つ送った。みんなのお仕事終わり。よし、あ、ちょっと待って、ツイッターにもインスタグラムの宣伝もしておきましょう。森のくまさん、くまちゃんのユースありがとうございます。ケイボーさんもくまさんのユースありがとうございます。スマイルハートのギフトありがとうございます。リンゴにもハートのギフトありがとうございます。ひなのさ、ツイートって見れてんのかな、みんな。ハルトだ、こんばんは。そう、あ、ピナちゃん流しそうめん食べたの、だって。流しそうめんって何？食べてない。何それ。クズスマイルハートのギフトありがとうございます。平長さんも虹の星のギフトありがとうございます。んー、ケイボタワー、これなの、お城のタワーなのかな。ありがとう、お城のタワーありがとうありがとう、ケイボありがたわマリちゃんとエールちゃんが走りながら食べたよって。知らない。そうなのね。美容室に行ってたのかな。東京から卒業会見に行きます。寂しくなって泣きそうです。
ありがとう。カズスマイルハートにギフトありがとうございます。ヘランさん、まるちゃん卒業してからいましたか？あ、2回もあったよ。まるちゃんが卒業した、卒業公演の後に、卒業公演終わった後の夜から次の日の朝まで一緒にいて、一緒に帰ってきて、でその2日後ぐらいにまた会って、でその時は、ピナマルモカ3人で会って、昨日もピナマルモカで会いました結構ね、全然普通に現役の時と同じぐらいの頻度で会ってます。今も多分、今もさ卒業したけど現役だけど、卒業する前と卒業した後でも同じぐらいで会ってます。全然馬さん、馬のギフトありがとうございます。インスタグラムのリールは僕のためだよね。そんなわけあるかい。違いますひなの自己満ですひなのただの自己満です。カズスマイルハートのギフトありがとうございます。リリちゃんハートのギフトありがとうございます。お、コトちゃん卒業公演ベレー帽で行こうかなのって。わー、懐かしいね確かに良きやねうん、もう雑炊冷えちゃってる。初ここ店楽しすぎてありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。ペアちゃん卒業してもインスタとか SNS 続ける？インスタグラムは続ける予定です。ツイッターは今でも更新頻度があんまり良くない気もするし、結構ひなは今のツイッターをグッズとかの宣伝とか公演終わりとかのありがとうございましたとかのツイートとか広告告知とかで使ってるので、あんまり使う機会ないかなと思って、残しては置くと思うんですけど、ツイッターはあんまり使わないかもです。で主にインスタグラムを使いますと思いますこの前のドッグランもそうだけど、動画編集上手だよね。だって、本当？30日ここ店入ったけど、ピナちゃんのお乳可愛かったって。嬉しい。カズスマイルハートのギフトありがとうございます。30日入れなくてまだ何も持ってますって。確かに当日券って言ってたもんね。当日券いけるかなみたいな。うちは見えてたって。見えてたよなんかさ、卒業したらもうエゴサとかしなさそうだもんな。うん、するかもだけどしなさそう。全然今より全然。まるちゃん卒業会でお兄ひなちゃんと一緒にまるちゃん出てきたの驚いたよって。そう、なんかまるちゃんが選ずっと結構前から選んでくれてて、めっちゃ嬉しかった。
カープさん、クマちゃんのギフトありがとうございます。仕事サボって会いに行こうかなって、うん、来てください。今毎日エゴサしてるだって。エゴサというか、まあファンの方が、まあ、今日だったらオンラインの感想とかを見に行ったりとか、あとは公演終わりとかはみんな結構さ、ツイートしてくれてるんですよ。それを見たりとかしてます。ゆういちハートのギフトありがとうございます。そうね、公演もあと2回しかなくて、パジャナラも最後で、ここ点が卒業公演なので、もうなんかあとちょっとしかないんですけど、リンゴに卒業してもプレチャットの配信頑張って書くからちゃんと読んでなって。もちろん読みます。逆に丸卒業公演の写真撮影で前列に行かなかったの意外だっただって。あー、でもみんな比較的前列行かないかも。仲いい人でもなんかあん時は生野ちゃんとか、あとゆえるちゃん、ゆえるちゃんは違うか、なんか結構なんかねねさんとかあおちゃんとかいたので、全然ひなは後ろで見守ってました。別に仲が悪いからとか、なんか結構ファンの方そういうとこ気にするんだなと思います。今日もなんかオンラインしてて、まるまるちゃんと話してるとこ最近見ないけど仲悪いのとか、不仲なのって言われるけど、いや普通に表でただ単に話せてないだけで仲悪いくないし、うん、全然。なので皆さん気にしてする必要はないですし。って思いながら、うんってずっと聞いてた。リンゴにハートのギフトありがとうございます。リリちゃん、今日もまつげ綺麗だねだって、ありがとう。でも湿気ちょっと落ちてきてるんだよね、ここら辺。ひー、リリサ続けるということはピナカフェも継続ですかって。今よりかは投稿頻度減るかもだけど、継続、うん、インスタは投稿していくと思います。ピナの卒業公演写真はモカちゃん前列かなって。知らん。知らない。その時にならないと分かりません。なんか今日のコメント欄すごいなんかたくさんあれだね、いろいろ書いてる。リングにハートのギフトありがとうございます。コムさん、花束のギフトありがとうございます。確かにみんな心配になるのかなって。なんかチームが違ったら一緒に公演に出る機会もなくなりますし、なんかそのチームで休みとかもあるから、結構だからね、一緒にいるところもあんま見なかったりとか、プライベートも人それぞれだから
卒業しても文字でならひなのって呼べるのかって、もちろんそうよ。うわー、もう今年も確かに半年終わったね、早っ。姉ちゃん伝え忘れた一言、これから自分の時間自由に使ってね、だって。めっちゃ腐ってくる、自分のために時間使うね。なおちゃん今度ピナカフェブしに福岡行くね、だって。わ、待ってるね福岡。卒業する時間湧いてきた、って。なんか卒業するってことを考える暇もない感じだから、なんか結構卒業生とかまるちゃんも言ってたけど、未だに実感湧かないっていうのが少しずつなんか分かってきた気がする。てか実感がないんだよね、多分。当日自分がスピーチしてる時、卒業ブロックとかに入った時ぐらいから実感するのかなと思います。でもひなは全然なんか最後だからとかなくて、いつも通りひならしく終わろうと思うんで。イブシギーさん、ハートのギフトありがとうございます。卒業公演交流したいから練習する、え、かわいい。かわいい。来週月曜抜け殻になって東京から帰ってくる気しかしないよ。カイちゃんと文字とかに行ったのがこの間に感じる。確かに去年とかなのかな、去年一昨年か。RKP さん、ハートのギフトありがとうございます。めっちゃ飲みたくなってきた。今日はこの後書き物とかすることあるのって、一つ書き物あるんですけど、結構溜まってたものとかはもう意外と終わらせてて、結構少しずつ描いてたデザインとかももう終わって、そう、あとはフリの確認とフリ覚えと提出するものをします。でも今日は本当にもう眠たいので、お風呂に入ったらすぐ寝るっていう気持ちで。でも洗濯してやりたいのでそれまで起きとかなきゃなんですけど、はい、眠そうな時の表情を判断できるようになってきたって。マジ？
ひなは絶対一回寝転がったらもう絶対寝落ちする自信しかないので、お風呂、違う、配信終わったら一旦メイクを落として、お風呂に入るぞっていう気持ちにします。まこちゃんさん、ハートのギフトありがとうございます。ね、今日は早くお風呂に入る。もうひな、ね、いつもさ、お風呂に入りますって言ってメールにもお風呂に入ってくるとか書きながら1時間後とかに入ってるから、あーてなんかもうテキパキ動きたい気持ちは山々なんだけど動かないんだよね。そう、お風呂での寝落ちはやめとくね。なんとか言えばあかりちゃんとまるちゃんと成人式の写真見たかったですって。しょうがないじゃん、もうやめちゃうんだからさ、今言ってもさ、こういうことは書かなくていいんだよ。書かない方がいいんだよこういうのは。ひな、いつもシャワーだって。日によるかな、マジ疲れた時は公演終わりとか結構お風呂溜めて入ります。わかる、お風呂ね、溜めるまで寝落ちしちゃうんだよね。わかる、めっちゃわかるわ。温泉いいね、温泉行きたいわ、めっちゃ。よし、ランキングを見ます。はい、もうじっとしてたらまぶたが落ちてきちゃいそうなので、1位から13位まで見ます。1位警坊さん、2位アイナちゃん、3位テルさん、4位カズスマイル、5位森のくまさん、6位もりんご2位、7位カープさん、8位コムさん、9位タンタンさん、10位ヒランドさん、11位アツシ、12位ヘイチョウさん、13位太鼓山さん、そして1068人の見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。はい、もう眠たすぎるのね。もうお風呂入ったら皆さんも寝てください。ちゃんと疲れとってね、本当にありがとう。めっちゃなんか眠たいってごめんね。皆さんもしっかり休んでください。おやすみ。